もしれないね。そうね、うん、でもなんかさ前も言ってたけどさやっぱ、うん、我らテーマは一応電車じゃないですか、うん、だからなんかホームで流れてても、うん、まあ違和感ないというか感じは出したいよね。なるほどね。彷彿をさせたくない、あのパパパパパパパみたいなやつ、あのホームでさ電車来た時にあれ、え、作家さんだよね今のちょっと俺分かんないか、本当分かんない、タラタタラタタみたいなやつな、分かんない、あ、それ、あったね、あったね、あったね、あるね、あ、でもそういう感じ、あの感じも出しつつ、うん、でもなんかね、なんつうの、アルペジオ感欲しい、ギターの感、アルペジオ、アルペジオ、アルペジオって用語使いたいだけじゃなくて、え、違う違う違う、全然あのダイナミックスもつけてもらって、焦んじゃないっていうことだ、あ、ダイナミックスと、ダイナミックスって言ってた、アルペジオね、あ、そうっす、この感じでちょっと、いや、なんかさちょっと夜だし、うん、あの静かな感じかなって一瞬思ったんだけど、はいはい、でも動画的にさ、うん、しっとり始まりすぎても微妙じゃんってちょっと思っちゃって、確かにそれはちょっと盛り上げたくないっていう、そうだね、そこの塩梅よね、いきなりガンって来られすぎてもちょっとあれだけど、そっか、まあ、あとあれやん、踏切のさ、うん、のところでさ、あー、そう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 、いい人間、でもなんかあれかも、この杉田は結構長いけどさ、うん、で、どんな曲書いたか知ってんじゃん、うん、でもこの本当にちゃんと作業してるの初めて見る、確かにね、うん、出来上がったもんをこう、そうそう、ね、できた状態でエフェクト何刺さってるとか見せないと、うんうん、新鮮かもな、俺も、いや、俺も初めてよ、後ろに人がいる状態確かにしかもゼロからね、そう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 割とドキドキなんだけど、うん、いけるかな、大丈夫かな、大丈夫でしょ、意外とね、あのやっぱゾーン入るまで若干ね、まあ、カットするところがあるけどね、そりゃそうでしょ、まあギター弾きながら考えますか、うん、そうだよ、え、いつもギターから、うん、01で作る、ギターかな、ギター弾く、それで始まられたらちょっと困っちゃうけどね、こんなんで始まられたら、うん、絶対それ終電じゃないよラッシュだよ、どっちかというとラッシュはもうさ、でもさ、確かにね、もうこういう感じなの、もう終電はね、もっと落ち着いてるよ、ね、そう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 、なんか落ち着いた感じがする、落ち着いた、うん、どうする、あー、はいはいはい、これは入店音だ、ね、でもハーモニクス系もいいよね。うん、そうね。どう受けないかな。というのもあるんだし、うん、なんだっけ、落ち着いてる感じだっけ、でこれ徐々に行きたいよね。ああ。なんか、終電だけどさ、俺らは終電で来てるわけじゃん。だから、うん、そっからまあ、始まるみたいな感じもあるし。だから、あんまりガンガンで始まらないけど、徐々に盛り上がってるみたいな。うん、ジングルだからまあ15秒ぐらいね。まあ7分半ぐらい。まず7分半の曲聴かせてから動画始まるから。しんど。見る側もね。その7分半は絵はどうすんねんっていう。絵はまあ、なんか終電でしょ。こうやって、こうやって。ふいふいふいってやつだもん。だるいだるいや。なんか今のあれじゃない？昔のバンプのさ、うん、あの、ボーナストラックとかにありそうな。わあ、今ね、俺弾いてて思ったけど、うん、これあれだな。何？ギタープロっていうね、うん、あの、ギターのさ、コードとかタブ4をさ、表示してくれるパソコン。ああ、はい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 。あれの始まり。
あ、でもね、そうだ。専門の時にね、専門のギターの先生が教えてくれた踏切の音をギターで再現するっていうのが、よう覚えてるな、その。そうね。いや、多分ね、普通のみんなが知ってる踏切のホラー版よ、ね。絶対、キサラギ駅とかさ、そっち系で流れてる。キサラギ駅を出すな。検索したらやばい。絶対に。でも、今、まあそうか、今はなかなか、ダーク世界に行っちゃうね。うん、雰囲気で使うんだったらガチのサンプリングよりも。あるよね、多分。あるある。そっち系からちょっとイメージ膨らませてみる、うん、うん。あー、これ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 。これだわ、全然違った、さっきの。今の何じゃあ、でも今の何は俺のギターの先生に言ってるんだよ。なんかね、半音で聞けるってのがそうなんだよ、みたいな。だってその音から始まるメタルの曲とかありそうだよ。こういうのをさ、うん、とりあえず SE 的に入れつつ、ちょっとあれも聞いてみるか。はい、電車の、なんだっけ、ホームの。ホームの音。あ、あるそういうのいっぱいあるんだね、BGM として。あー、環境の音。あー、これ声だね。はいはいはい。うわー、超これ聞くわ。こんな。パカ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 。パラーンじゃないですか。これ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 さっき俺が言ったやつ。え？ポロリタラリラン。言葉選びよ。あ、これもあるこれもある。これでも音階にするとそうなんだね。うん。結構やっぱ単純だよ。うん。結構繰り返して。うわあ、いきなりいきなりちゃんとしたの来た。すげえ。ポリギター。あ、これも効くねえよ。うん。これ既存のやつそのまま。ギターで弾いたらダメね。もう、それでいいと思うなら、まあ、いいんじゃないですか？それはそれで。そんなね、いきなりそんな手抜きな作業って言うわけないですよね。まあ、先生結構売れてる認識だったんですけどね、なんか。それで、あ、違う。私の曲ももしかして、まんま弾かれてたんだなっちゃう可能性あるけどね。そうね。うん。これはダメですけど。よ。あ、でもさ、うん、ちょっとチルっぽいのとかもいい。ああ、いいと思う、いいと思う。だって、俺らのこの、撮ってるあれ自体緩いの。そうそうそう。チルだもん。うん。あ、じゃあちょっとその、チルっぽい空気感をまず、打ち込んじゃって。何その、チルっぽい空気感打ち込めんのあなたは。もしかして。じゃ俺のね、口から出てることは8割適当だから。俺がパソコンいじりながら喋ってることは大体できとらんから。あ、ほんと？うん。じゃ、でもチルっぽい空気感ちょっと聞いてみたいですね。ちょっと待ってよ。まあでも。あー、なるほどね。みたいな感じを。はいはいはい。ちょっと出すわけですよ。を基準にしてもいいし、確かにね、今のなんかドラムの音とか結構いいよね。そう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 、ゆるいというか、うん、まあこれにねオリジナルのメロディーをそうだよね乗せて、え、これにじゃあ合うギターとかをちょっとコードとかでそうだねつけようか。さっきのなんかどういうのがいいかな。この状態で。それをループで流すんでしょ、どうせ。どうせさ。なんかあれだね、俺がやろうとしてることを当ててくゲームみたいな。今ね、正解です。正解ですか？そう。ありがとうございます。よし。うめっ。なんか、ペルソナでそんなのあったよ。俺はでも、落ち着きすぎだね。うん、ポザって何なんだろうな。電車っぽさ。
なんか普通のさ、うん、いい曲にはなるんだろうな。なりそうだよ。電車っぽい。ちょっとね、カントリー感強いみたいな。確かにね。電車、でも電車っぽさを出すために、あの、さっきの中の一個だけさ、入れちゃうとかね、フレーズ。ああ、もともとあるやつ。もともとね。なんかあるじゃん。iPhone のさ、着信音からさ、派生させて曲にするみたいな。はいはいはい。あるね。あれ系でもいいかもね。OK、いける。おうわぁ、でかい。いやいや、別にこれで完成じゃない。なんか、俺、ギターの初めての人みたいな。うん、あ、できた、できた。こうだ。うん、そうだ。これで音伸びてれば。うん、うん。おぉ。これだね。これ入れよう。これ入れよう。これ入れよう。これなんかさ、あの、ギターで入れんじゃなくてさ、あの、なんか電子っぽいさ、今流行りのさ、あの感じで入れない？後ろに。確かにね。じゃあちょっとこれ打ち込んじゃおうか。うん。うん。とかでもいいし、まああと音色問題もあるかもしれないから。そうね。シャレ系の音色がいいよね。シャレ系の音色。シャレ系っていうか、なんか今時のやつがいいんじゃないですか。今時の。ね、あの、真夜中なのか、遊ぶ方なのかね。あの感じがいいんじゃないですか。夜3人。ね、そうそうそう。僕どっちも好きですけど。もう普通にめちゃくちゃ聴いてて。だこれに一回さ、ループかけてさ、おしゃれなやつ上弾いてみてよ。あ、ギター？うん。ループか、ループ、今のドラムありな。そうそうそう。でね。どうなるかね、それで。これ、キー何なんだろうな。次か。ボリューム上げていいんだよ。恥ずかしい。ちょっとギター練習しとこう、俺。これやるなら。なんか確かに後ろでさ、何もやってない人ずっと喋っててもあれだもんね。ギター弾いてるよ。まあ、敏腕プロデューサー感出るけどね。あ、いいじゃないの。え？いや、いいじゃないのって、コードのいいじゃなくて、いい感じじゃないの。これ D じゃない。そう、D じゃない。それ D じゃない。ややこいわに、音楽わかってる人の会話ややこい。ややこい、確かにね。遅いな。ここまでしかまだ打ち込んでないけど。そこまでループし、知ればいいんだね。もう多分ね、二つ分ぐらいコードの流れを作って。うん、ああ、なるほどね。バックはこれずっとこれになって。なんか。あー、なんか、あ、いいじゃん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 。いい感じになってきた。いい感じになってきた。うん。タン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 ってきたね。ジャガジャーンってきそうじゃない？でも、これも今、さっき使った。うん。セッパーナインスだよ。はいはい。もうちょいでもテンポがもうちょい早くてもいいかも。いいね、いいね、いいね。え、あの、さっきのさ、あれ、サンプリングも早くていいの？落ち。早く。サンプリングをね、今80のやつを、じゃあ一旦、160のやつを、180、つまり90。早なった。めっちゃ早い。ね、次は。あ、でもまあ、弾いてみて。あ、ね、当たったね。あんまり弾いてないんだ。コードの感じはめっちゃかっこいいけどね。こんな、あの、一小節ずつコードが変わるんじゃなくて、うん。みたいな。あー、はいはいはい。
音が電車っぽいのではないかって絶対売れるね。それが分かってたら俺もっといい部屋住んでる。面白いね、それ。面白い。採用。